今日はポケギャンさんに会いに行ったら、とりあえず来いと、指定された場所がここです。ポケギャンさんに会いに来たのに、はい、指定されてきた場所がここです。うなぎ釣り大阪屋さんの方 に日本橋の小田ロードっていうところで、やっぱ俺らも仕事してる、はい、お宅のポケモンのカードで、はいはいはい、お宅の街でも小田ロードにうなぎ屋が、うなぎ釣り創業昭和24年、はい、で釣ったら食べれる。でも俺、そう、はい、俺釣るまでに2週間ぐらいかかってるから、はい、だから釣ったらポケモンのこのカードあんねんけど、はい、ボックスっていう新しく出た、はい、レイジングサーフってやつ、はい、それカートンであげるわ。絶対釣れへんから。それってやばい感じ、やばいことですか。いや、カートン今って手に入んないじゃないですか。まあ12、3万ぐらいはするかな、そのカートンは、でいっぱいボックスマン入ってるし、それあげるわ。釣れへんから絶対バリムズ。でもうなぎって大きさあるじゃないですか、うん、それをデビューの人はデビュー用のうなぎを入れてくれるんですか。当然ちっちゃいやつは入れてくる。 200g 全部。それでも2週間かかる。絶対俺は2週間かかる。あのピー入れてほしいねんけど、もうおっさんあ、なるほど。カートンで、カートンであげるよ。別に何つけたってもええぐらいのレベル、もっとええもんあげてもええぐらい。それしかできない。ポケモンのチャンネルやな、うなぎで混乱してでもこれがポケギャンさんの、まあ、なんていうんですか、瞑想の場所みたいな。そう、一人で楽しむ場所。ポケドキピカチュウとリザードを見すぎた時はもうここでうなぎを見すぎるバランスを無理。うまいとか下手とか関係ないもん。無理や、弱い糸やのに無理や。自在の中で取れたら OK です。 OKOKOK。 何時間かかって、手で掴んだらなんで。サオでちゃんとルールで、ルール説明は随時してくれるんですよね。してくれる。おっさんもしてくれるし、師匠って言うねんけど戦いっすね、完全に。まさかのうなぎ釣りバトルや。ちゃんとプレゼントしますから。なるほど。では、はい、一度うなぎを釣りに行ってみましょう。お願いします。はい、師匠がいてるんで。まあまあまあ、一応レブちゃんさせてもらえば、あとは腕次第、本人次第です。注意する点は横から行く。まあ注意する点はもう無理にいかんことやね。うなぎに合わせたということ、自分に合わさんとうなぎの動きに合わせたということですね。なるほど。下ミシュランさん、はい、あのいろんな YouTube とかテレビの撮影が来てて、はい、かつて1本目で切らずにうなぎ上げた人はいてないで、多分。あ、そういう関係のはいてないですね。いてない。日本が一人いてましたね。ってことは、やばい、当然海の中も得意やしこういう魚取ったりとかも得意やから、一本でやるっていうのを多分見せる YouTube になると思う。ほんで取ったら焼いてくれるから、その場で、あそこで、あっちあっちでね、焼いてくれるんですよ。まあそれが高級なにか安物なにかどっちか分からへんけどね、やってみなかったそれ分からへんけど、まあ3本以内にすればまあ、まあ、世間相場なんで、はい、はい、なるほど。1本1100円なんで、多分師匠が教えてくれるから、後期師匠の話聞いて、はいはい、ちょっと一回、そうですね、俺も見とく。まあ、まあ、頑張って。あとうなぎね、うなぎね、でも間違えたら、あのうなぎが、師匠どのうなぎがいいですか。ね、まあそいつですね。この小ぶりなタイプ、はいはい、そいつをこうやりの、ま、逃げんな逃げんな。あ、もう止まってから止まってから止まってから、気短い気短い気短いで、できるだけ、はい、あの針を前にあの持っていかんことやね。あ、うなぎの体とかね、あの気配感じよるからね。あ、魚できちゃう。まずかけるのから難しいからね。気短い人はすぐ切れるからね。はいはいはい、分かった分かった。はい、行くぞ。お前、はい、はい、かも。はい、あ、やった。かかったら、はい、引っ張ったら絶対切れるっていう。はい、引っ掛ける、スッぐらい。うんうんうん。もうエラぐらいでいっちゃう。ちょちょちょ、お前ちょっとめっちゃでかい、一番でかい一番でかいサイズが確か200ぐらいから400ぐらいまでおんねん。400はおっちゃん入れてないねんけど。お前らほんま下の、はい、冬場になったらうなぎは弱いんですよ。あ、
最近涼しいでしょ。はい。チャンス。1本でいけるチャンス。夏場やったら活性するから。あ、そうだ。絶対釣れへん。師匠、はい、師匠ちょっと、かけただけ教えてくれへんかった。あのもう。こっから、こっから、こっから。真下、真下、片手、片手、片手。ね、真下に来るように竿を立てて。竿の持ち方どうですか、師匠。竿の持ち方。そう、まますぐ。あ、こうね。真下、真下、真下。真下。真下。はいはいはい。真下。力んでる、力んでる、力んでる。あ、ちょ、ちょ、ちょ、期待すぎ、期待すぎ。あ、せやん、せやん、せやん。耐えた、耐えた、耐えた。期待すぎやん。ブレイキングダウンで出るから期待すぎやねん。これ、ハリハンターです。ひっくり返ってんのよ、これ。ほんで、コラーゲンみたいなのがここにつくときあんねんけど、そうなったら絶対刺さらないんですよ。コラーゲン。うなぎのぬるがね、お互いぬる同士滑るから。はい、ローションみたいな。そうそう、ローションみたいな。そうなんですよ。ずっと勢いだね。全然、あれやから。もう、食べぞ、お前。一回引っかかって、はい、切れへん、まだ針おるでしょ。はい、これまセンサーですよ。どうした？針持ってかれちゃいますか？そうそうそう、片手、片手、片手、軽く持って、軽く竿は持って、真っ先に行くね。ああ大丈夫だよ。おお。ちょっとコラーゲン見ようか、コラーゲン。コラーゲンチェック。コラーゲンチェック大丈夫だよ。ありがとうございます。だんだんレフェリーに見えてきましたけど。あ、そう。俺、あのポケモン専門のチャンスなんですよ、ね。はい、うなぎに詳しいから。うなぎじゃないですよ。あの、個人のストーリーをずっとうなぎ釣ってるから、今日うなぎ釣りの後期の応援で来てますけど。ほんま、うなぎの森に入っていけるすごい。緊張は、緊張。ああ、怒らしい、怒らしい。怒らしい。もう手が、あらあら、あらいわ。あらあらあら。気合い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 。これでもしっかりかかってるからこんだけのコラーゲンがつくんですよ、はい、ねえ師匠。まあまあそういう感じですね。ねかかってるってことですね、うなぎに。ちょっとだんだん師匠引っかかり出したら冷たなってきた。いや引っかからな切れへんからね。始まらへんよ。めっちゃ欲しい。うまいわ。でもうまい、うまいっすね、うん、で何でもできてきたと思うんですよ、はい、シモミシュランさんは、はい、だから自分の思い通りにならないこの5分10分がすごくストレスになってます、はい、こんなに思い通りにならんものかならんもんかと。この一発目の竿で、はい、こんなに竿の裏使ってうなぎ動かす人初めて見た。いよいよ意識してるんですよ。ちょっとローション見てもらっていいですか。バリついてる、バリついてる、ほら、ほらほらほら、コラーゲン、こんなん書かれへん、書かれへん、それはそうや、よう気づいたわ。ほら、むちゃくちゃついてるわ。こんなん、ほんまに八百長かな、言うぐらいつけた。あとね、あんまり接近せんとね、これぐらい話しといて、クッとそこから勢いつけて、かけに行った場合でね。わかりました。そこで、後ろから、斜め後ろから、綺麗に挟む感じで持っていたよね。あったあったあった、いったいったいった、竿を立てる、はいはいはい、持ち上げる、朝持ち上げる、チャンスだ、前だ、チャンスだ、朝持ち上げる、マスターキープで頭持ち上げる。むずっ。ああ、蹴られた。一本で、一本で蹴られた。今の八の字言うんでね、師匠。あ、八の字いう技かけられたんです。八の字にならさないように、こう首がいってたらこっち引っ張ったり、こっち行ったって。寝技ですね。寝技かけられた。一回ちょっと、コゲギャンさんに見本見してもらいたいと思います。お願いします。いいですか、ちょっとやりますよ。はい、ほんまに釣るよ。この難しさ。でも、気短いけど、これやね、絶対。もうサイズ見たらわかんもんね。針取れてます？取れてます、取れてます。あ、これ、これですね。沈んでます、ありがとう。間違いなくこいつやね。あー、こいつやね、この動き方癖あるね。コウキがさっき戦ってたやつやね、これ。竿の先ちょっと巻いてますわ、一瞬、どっちか先。おお、もう引っ掛けた。あ、でもこれもう、一回こう
そうなるんですよ。これおおセーフセーフですね。これね、ほんまに痛い痛い痛い。コラーゲン取ってね。これでもさっきの例ね、多分どこ行った？あいつちゃいますか、角部屋で。あ、ほんまや。めっちゃ首の周り傷だらけなんだ。傷だらけなんだ、ほんまに。うまっ。あーもう。ちょっとチャンス先前ではだんだん短くなってて。もう弱いね、弱いね。弱いもんだ、もう頭も持ち上げてます。あかかかか、違うとこ行くかと思った。あかかかかか。あかかか、次から次に。よし。ここから戦い。はいはいはい。はいはい。ここから戦いですよ。ここから。中腰中腰。そう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 。お前がその。セーフ。セーフセーフ。確かにこれ攻撃多分バリ手強いぞ、このこいつ戻ったらこいつめっちゃ手強い。人のを見とったら結構かけやすくなってくるんちゃう。なんかそうっすね、雰囲気で、うん、まだ上がってないっすよ。まだ激闘、さっきの発狂は何か何かがあった発狂だきつい一言が放り込まれてきましたけど、やりすぎてるのもあるから、こいつはねちょっと強引にいきますね。あ、そいつっすね。あるんやで、こういう状況。そうそう。で、この8の字に確かに確かに描かれへんにこう顔を上に出す。尻尾読み取って、尻尾読み取って、うまい、そうそう、よし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 。そうそう、こいつの思い通りに動かしちゃダメなんです。人差し指反り返ってるから気持ちが分かる。まだ小指立ってないだけ、マジで小指やった。そうそうそう、今の見た、今のこれこれ 8の字に行きそうな感じのとこを俺のこの、おーちっちゃいパワーで8の字に刺してない、これ、わかる？全然わかんないですよ。いや、見といて、ちゃんと8の字するときに、はい、こう、そのままやったら、こう、ほら、8の字になるときに、はい、俺の、この、自分のパワーみたいな、ほら、今の、ほら、今の、ほら、ほら、もう黙っとったらこいつ8の字になるよ。それをこういったり、こういったら、ほら、ほら、ほら、今思い通り見てへんかったっていう、だから目離しちゃダメなんですよ。携帯でも見られへんし、この間は。そうそうそう、ほんで首も振ってくるし、こいつ。そう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 、わかる？八の字させない、させない、させない。まかれへん、こう、首もちょっと脱色。もういける、もう釣れるんですか？いや、もうちょっとやね。やっぱずっとやられてるから、疲れてきてると思う。でもこれ、ええとこかかっとんな。これはあげなあかんわ。まだこう動いてるときはね、何もできないんですよ。ちょっと時間かかるんだけど、こう、ちょっと、あー、くそ、なんやこいつ。ちょっと短いのかけたもんね。頭違えない。あ、だだ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 、まかれる、まかれる。まだ元気戻るしね、巻きおるからね。ちょっとね、昨日ポケモンの世界の方が簡単ですか？ポケモンの方が簡単。誰でも儲かる。誰でも儲かるだ。玉さえあれば。お好みの玉でできるからね。やっぱり自分の予算の中で。ポケイアンさんがポケモンカードで儲かったお金がウナギ屋さんが。そうですよ、そうですよ。誰も持ってないでしょ。もう締めよう言うとと。最近今。店締めの話せえへん最近。もういける。いや、ちょこれでちょっとずつこう。さっきよりもやっぱ弱くなってる感じわかる？八の字の動きがないですね。でしょ、もうそこまで馬力がないんですよ、はい、あ、でもこいつ結構やっぱまだまだ尻尾曲がってるでしょ。横に引っ張っても尻尾曲がってることは、はい、曲げて力入れると、この最後こうなじましていってる時に力が抜けんねんで、まっすぐなったら S 字じゃなかったら できればお腹が白い方をかけた方がうなぎで力抜きやすいですよ、はい、ひっくり返すんですよ。ほな、どうしてもうなぎになんか力入れへんから、ね、弱らし方言うたら、まあ、頭上がったら裏向けてイメージはね、はあ、でもこれ分かります、僕手動で動いてるって、はい、魔法でこいつ自体が動けないと。でこれ一番やったらあかんのね、ここでこうおるんですけど、はい、頭ぶつけるやつおるんですよ、こう弱らそう思ってね。それはもう絶対あかん。はい、壁に頭ですか。ボクシングで言ったらもうこれと一緒やから。それ絶対行きません。ルール違反です。ルール違反です。あ、なるほど。はい。ヒロキングはやってたけどね。それもあるし、ウナギが怒ってね、はい、力抜いてんのにぶつけるやつ絶対まだ力入れるでしょ、人間でも。あ、そうですね。それと一緒でね、もう力抜かんウナギになって、まあ、なるほど。上がらんウナギになりやすい。確実に。どうですか？こう。1、
弱くなってる時にこう一気にこう、この、うん、あの表面をね、水の表面をあの石の水切りのイメージみたいにピョンピョンと表層は、うん、そうそうそこから行くより表面を弾いていった方が絶対抵抗ないでしょ。だから表面をここにもう乗せる感じ、はい、俺の流派で言ったら、ああ、こっちもやった、すごい流派があるんですね、うん、もうでもいけるね、これあのね、ここまで来てたでしょ、はいはい、わかる、はい、もうなんかもうこうやってピュッてやっても出るんですよ。なるほどなるほど、簡単にいきますね、はい、行きますね言っても、はい、この力入れられたら行ける時と行かれへん時あるんでね、はい、ちょっとあれですけどね、ちょっともうちょっと誘導して、ほんだあもう力抜いとんね、これだいぶほらね、ここまでこう超えとったでしょ、はい、もうなもうこんなんもすぐですよ。この時うなぎはどんな気持ちなんですか。あもう食べられるみたいな終わり諦めとるっすね。そうそうそう、俺の人生も短かったなみたいな感じは思うんですけどね。目は回れへんって、うなぎは。だからこうグリグリしても目は回らないんですよ。こう、あー、おっしゃ絶妙なバランスなんですね、ここは。あった、ちょっと、でも今ね、力入っとったんです、実はね。そうなんですか。そうなん、そうなんですよ、あの、曲がっとったんですよ。はい、し、いきます。お願いします。じゃあ、上げ方をね、見せます。テンションいけるでしょ。ちょっと大丈夫ですか。あっ、あっ、え、いた針から何ついたまま切れんの慣れてやった。実はあの2週間前に釣ってからまだ1回も2週間あげてるんでこっちでいいですか。2週間やり続けてるんだけどちょっと最近あげてるんで収穫がちょっとコウキちゃんです。いいますか、最後もう持ち上げます。まだまだってる。竿を立てて持ち上げるんです。竿を立てて。はい、わかりました。そう、持ち上げる、持ち上げる。はい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 。まあ、そうなの、まだエスターが、まだエスターが、まだエスターが。そうなの。このいいですね。さっきも持ち方どうですか、お父さん。師匠。あ、もうちょっと軽く指先でもずぐらい。指先。こういう感じ。はいはいはい、そう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 、最高、いいね、いいね。もう、もうだいぶだいぶ来てる。え、あの、ポジション、ポジション、上げる時のポジションだけ教えて。そこ立ってもうて、そう。もっと、もっと、もっと。はいはいはい。で、こう、リーチ長いから、こういう感じで、もう、はい、位置はそこでね。ほんで、その前に尻尾まっすぐにしたらな。はい、尻尾曲がってるからね。はい、尻尾をまっすぐにやっつけたか。ぶつけたか言ったでしょ。もう、イエロー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 。一番目のイエロー。お父さん、うなぎで商売して、うなぎさばいて食べさせようのに、そういうもんだけは勉強する。ああ、おるおるおる、セーフ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 。ちょっとこれ、取った方がいいんちゃうか、これ。男の印みたいなんで、なんか自分を映ってます。漫画みたいになってます。漫画みたいに自分に刺さってる。もう一回言うと、濡らした方がいいね。濡らした。わかりました、わかりました。よくなると、沈むように。はい。ほかほか。でも、かけたすぐ。こいつですよね。そう、エラかけて、すっと持ち上げる。落ち着けにしろ。師匠の指導持ち上げる。だいぶ曲がってる、だいぶ曲がってる。そうそうそう、一個一個忘れていくね。そう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 。ほんで、まず、あ、また取れた。あっ、これサングラス、危ない危ない、ちょっと取るね、サングラス。はいはい、サングラス持って帰る。危ない危ない、これでね、結構怪我する人もおる。あ、ほんですか、すいません。危ないですよ。そうそう、ちょっとサングラス持ってください。うまい、うまい、持ち上げる、そうそうそう。でまずまだ出そうマンと力を抜かさない、まだあの横に引っ張って、あんま変わりきった方なんですか。いや、まあ、あの外れたらまたかけて、はい、あと食い込ますイメージで、もうちょっと高めに持ち上げたらだんだんあの食い込んでいきよるからね。はいはい、でその尻尾の曲がってるのをまっすぐなるようになるまでこう左右で引っ張ってね、伸ばしたる、踊らしてこう、ほな緩くなっていって、うなぎがだんだん力が抜けていったときにでっかだよね。そういうことですね。え、あ、危ない危ない、よく自分が釣れますね。おおおおおおお、神あってよかったよ、なかったらもうこう死ぬとこですよ。草笛よかったあいつどこ行った、こいつか、この白いやつやね、こいつか。どれ、最近なんか顔がええの多いなってきたなって、ちょっとジャニーズみたいになってきたなって。ありません。ああ、このタイミングで麦茶ありませんの。キュッと変えてすぐに頭持ち上げる、持ち上げる、待つから、もう巻いたんじゃから半回転。
緩める緩める。首締まってるから苦しいからね。まだいきなり寝技持ってくるから。もうかけたらすぐに持ち上げないね。巻き寄るから。すぐ。もういいとこ引っ掛けた。加えた。加えた。まさに口いった口いった。大チャンス大チャンス。立てて立てて立てて。まさにこれだけ立てて立てて。はいはいはい。マチラジ。セコンドか。セコンドか。ダナとなるまで辛抱ね。ちょっと辛抱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 。最後のええチャンス大チャンスもう最後大チャンスこれ口さかかることないアダックチャンスほんまにこんな口さかかることないから取ってきましたね今ねすごい空気うまいあ無理無理にいかんともこのちょっと冷静になるまでその尻尾がダナーンとなるまでは辛抱、うん、これで口に刺さったのはすごいよこれすごい持ってますね何かはい持ってますねこれまだ釣れるのかこれまだ出そうと思うともうあと2、3分足力抜かすのに辛抱へできるだけお腹の方向くように白い方向くちょっと持ち上げすぎもうちょっと低くもうちょっと、うん教えてもいけると思いますよ。もういけそうですか。後期にもう出し方のコツさえ教えたら多分彼はちょっと並大抵の人間じゃないかいけるんだけど。もうちょっと向こう寄ってね。そうね、まあ、ある程度まっすぐ立って、ある程度まっすぐ立って、でその場にいかんとこっちからぴょんぴょんしながら寄してくる。ぴょん上げて下げてぴょんぴょんしながらこっちに寄してくる。一定の力ね、絶対力変えたらダメですよ。一定の力でぴょんぴょんしながらこっちに寄していく。はい、でこのここの影の境目あるでしょ、はい、この境目の中から斜め上ジャンプで台に乗せるイメージね、はい、まあ飛び箱の踏み台や思うてもうて幅跳びとかね、はい、ここぐらいこれでウェーイって感じですねウェーイじゃないまた違うテンプしながら寄してくるまた違うそれその場で行くよりテンプしながら寄してきた方がいいもう一点良さそうですかいやええけどまだそのもうちょっと惜しいぐらいまでやっていいかな絶対切れますよふわ一定の力ねふわーんと一定の力もっと頭持ち上げてほんでもっと勢いをつけてはい、わかりました。行きます。ぴょんぴょんぴょん。ぴょんぽんふわーん。おしゃー！おー！すげえ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 ！すごいすごい！ちょっと教えすぎた。ちょっと教えすぎた。いや、これ、一日目で釣れるし、俺。なかなかさ、最後ガーン行くって楽しみにしとったのに。ガーン行くの？繊細やね。こんな人意地悪すぎるでしょ。待たせてもらったら。持てます？コラーゲンが。いやいや。ローションが。あかん。そう。お腹ぐらいのブックだ。いや。そう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 。おー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 。じゃあ我慢してますね。あ師匠すっとまず。ここ挟んでる。ここがいいイメージで。ここを挟んだのと、ここケツの穴のとこぐらい。ぐっと。そこがケツの穴かどうかっていうのを。いやいや、ケツの穴を。ぐっと挟み込んだんですよ。写真写真も。よっしゃーで。2ラウンド KO。2ラウンド KO。ありがとうございます。すげえ。あ、おはようございます。おはようございます。すごい。手洗ってもってね。私、あ、ほんまにすごい。はい、焼けました。焼けましたね。釣り上げられたうなぎは。まさかでも焼けるっていうか釣れると思ってなかったから。そうですよね。びっくりした。衝撃のシーンが。積んでる間に、じゃあ焼いてる間に釣り上げ方をすごいって、はい、師匠とボギガンさんに褒められました。おセンスがあったんですね自分で釣ったうなぎ食べて自分であれ弱らしまくったうなぎ言い方がちょっとよろしくないですけど実際どう もう一つですよ味はもう一つこれ釣るとこやからあいやまあまあ弱らしちゃいけないんだねこれ肝っすよねパンチをつけたうん今日もまだマシ言い方っす何日かこう、水を動かして、アクを抜かな感じ、うんうん、泥を抜くっていうか、ああ、そうですね。と、うん、いうことで、はい、釣ったうなぎを食べれました、すごい、はい、参りました、はい、勝ちました、参りました、勝ったので、はい、なんかポケモンでお祝いしてもらいましょう、そうですね、約束通り、ありがとうございます、はい、ポケモン乾杯です。
2時間おった2時間、はい、ここの撮影めちゃくちゃ時間かかりました。モンドカード1個も出てや前半と最後だけやもう最後そちらの方もお願いいたします。ありがとうございました。いやありがとうございました。美味しかった。釣れましたね。いや待っといてって言われて、はい、かれこれ、まあ、10分ぐらい待ってるけど、しかもめっちゃこれ多分事務所やもんな。はい、これ映していいのか。はい、まあいいんかな、はい、てかもうそもそもカードの価値分かってないから、はい、お、お待たせしました。負けました。あんな簡単に釣れると思うな。これ知らんと思うけど、これから覚えていくと思うけど、はい、レイジングサーフっていう最新弾、最新弾のこのシュリンクがついたボックス、はい、これ1ボックス、まあこれこんなんが入ってるよっていうので、はい、それのカートン12ボックス入ってるから、これ約束通り参りました。ありがとうございます。うなぎ千人、うなぎ千人にもあげました。うれでかい。これは どうされます。いや、まあはい、ポケギャンさんを前に言うのあれなんですけど、全然価値分かってないんで、バラマキ企画でもやろうかな。ああ、いいですよ、でも、今度だからいいよ。だからせっかくでそんなに使ってくれた。これ YouTube 見てくれてる人が、僕がまた Twitter で投げ組んで、はい、いいねと、リツイート。で、チャンネル登録。YouTube チャンネル登録とか、SNS 関係、まあはい、なんかすごい多分価値があるみたいなんで、インスタとか全部してもらうか、なんか考えて、はい、応援してくれて絡みがある人には、そうっすね、プレゼントするみたいな。はい、プレゼントします。あとは、子供応援プロジェクトとして、いいんかな、これって開けたら入ってるんですか。そう、バッグが30パック入ってる。道頓堀でばらまこうかな。衝撃の発言です。あの、いや、子供らに、はい、じゃんけん3回して、買った回数分あげますみたいな。もらいに行くわ、ほんとに。回収しに行くんですか。返上18歳未満まで。18歳未満の人にじゃんけん企画内になりをして、はい、はい、配るということで、はい、いいよ、ポケカを知ってもらえるチャンスかもしれない、ね、遊べる子供たちにもなるから、はい、そうですね。だポケギャンさんがやられてるこのサポちゃんっていう日本橋のところで今回取材させてもらったんですけど、はい、どうやらこれはすごい価値があるようなので。当然です、ないものなんてないです。ばらまいて、ばらまいて、ばらまいて。はい、すいません、僕全然まだ興味持ててないんで。またもうすぐばらまいて。それでゴミ捨てていったやつは俺がその時はゴミ拾う。あ、そうですね、そうですね。ゴミ拾いです。確かに確かに。転売防止で目の前で開けてもらおうかな。いやで、なんかあのチラッと編集側の僕の人間に言われたんですけど、オリパっていうんですかね、うん、オリパ企画もやりたいと思ってて、次回勝負しに来て、はい、ちょっとお金はいっぱい持ってこなあかんで、はい、勝負するなら。でもいいカードが当たったらそれはもうもっといろんなこと詳しくなっていくから。じゃあオリパ企画も含みで、はい、ちょっとね、やりたいと思います。ではこの度はですね、この多分かなり価値があると思うんでいただきました。うなぎ対決か、はい。ちゃんとこれがやらせじゃないって分かるようにファン企画でばらまきます。道頓堀でもばらまきます。なので、シモミシュラン、ね、いいね、高評価、コメントよろしくお願いします。では今日、おぎぎゃんさん、ありがとうございました。さよなら。カツアゲ動画でした。恐ろしい、恐ろしい。ありがとうございます。ありがとうございます。好奇へ高みを目指し踏ん張れ、もがいて苦しな分だけ人はでかくなれんだぜ。